はい。今日はまたこれ現行のハリアーですよね。この前出た新型のハリアー。そうですよね、うん、これはどういった形で入ってきたんですか。これうちのお客様でハリアー購入したいというお客様、はい、あからの注文。そうです。あ、じゃあもうこれも入ってきたばかりの新車ってことですか、うん、でも任せるわみたいな感じやったから、はい、一応グレードが、はい、Z っていう S と G と Z っていう、はい、グレードあるんで、じゃあ上のグレード、うん、でこれやねんけど、はい、プラスアルファがレザーパッケージっていう本革の、おお、でガソリン車で言ったら一番上、はい、最上級グレード、うん、へえ。でちょっとエアロなかったらちょっと寂しかったから、はい、エアロン一周モデリスタさんの、そうですよね、やっぱりカタログで見てる感じとちょっと違うなと思って、はい、エアロモンもつけたほうがいい。なるほど。これ一周ついてるんですか。一周ついてる。あー、ちょっと後ろ楽しみにしておきます、うん、で、まあ、今回一応ちょろっとは勉強したから紹介していくわ。あ、わかりました、うん、お願いします、まあ、とりあえず前回り、はい、ドーンと、あ、エアロつくだけでめちゃめちゃ迫力ありますね。全然違うよ。はい、もうなんせやっぱこのヘッドライトめちゃめちゃ細いですね、これ。スタイリッシュやし、目力が半端ないよ、ね、すごいですね、うん、で、あとはまあここにダクト、はい、あ、ここはダクトなんですね、うん、これ一応ほんまには泣いてるから。あ、そうなんですね、うん、あ、ちょっと、あ、向こうが見えました。あ、見えた。はい、空力とか考えられてる、抜けるんですね、うん、で、ここやねんけど、はい、ボービームつけたらここ後ろにギャーンって、うん、なるほど、うん、で、これあれ、はい、あ、横のここ、あ、オレンジのウインカーですか、これ。ウインカーと思うやろ。うわ、これウインカーと思ってんやん、はい、ちゃうか。え、違うんですか、うん、一回ちょっと光らしてみる。あ、お願いします。いくで。はい、あ、光りました。ウインカーいくで。はい、ハザード出すわ。え、あれ、端っこじゃないですよ、これ。端っこじゃない。お、でもここ光ることによってめっちゃ迫力ありますね。あれ、リフレクターやな。ああ、そういうことなんですね。白とオレンジで両方とも光るってことなんですね。おお。こうやったら反対にこうなってる。白。あ、白いです。めちゃめちゃ迫力ありますね。やばいねこれ。はい、うん。なんかもうウインカー出した時の存在感というか。こういう感じなんですね。そうですね。こういう感じですね。で、あとはまあ、はい、右ハレーザーついてて。はい、ついてますね。あ、ほんでな。はい、さっきここ光らしとって多分気づいてないんちゃうか、はい、モデリスタの方が実は光るのがあるね、はい、気づいてない。これここですか。これフォグランプや。あ、これフォグなんですね、うん、あれ、なんかこれはまさかパッと見分からんやんか、それ光んねん、はい、これ光るんですか。じゃあもう一回光らせて。はい、うわ、光りますね。光ってる。はい、結構存在感あるからね。そうですね、うん、アクリルがなんか光ってるような感じで。またこれもおしゃれですね。俺も車気づいてなかった。ヘッドライトつけたらどんな感じなのかなと思って、はい、パッと見たら、あ、と思って、はい、光ってるやん。で、次、はい、横、横もこれはエアロがついてる。あ、うん、モデリスタのエアロがついてるんですね、うん、おー、横もまたなんかメッキがごつくて、メッキすごいでかいし、はい、造形がいびつやから。本当ですね、ちょっと入り込んでるんですね、うん、そう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 。これでもあれやな、車、はい、の中でよくするやん、メッキは直せへんからな。そういう、そういう点では、はい、メリットかもしれんな。あー、まあ、交換しないとダメですもんね、絶対交換になるな。はい、で、ボクシーとかやったらサイドのパネルって、はい、アッセンになるやん。あ、全部出ますね。はい、そのパターンの匂いしかせえへんけど、ちょっとそれは怖いですね、うん、でもまあつけるお客さんがだったら、はい、ちょっと気をつけてもらった方がいいかもしれないです。そうですね。で、アルミホイルもこの Z グレードだから、はい、最初からもうこんなノーマルっぽくない、はい、めっちゃ大きいですね、うん、で、純正でもう19インチ履いてるから、はい、あ、19インチ、うん、かっこいいと言いながら、はい、今まだ各メーカーさん車庫長とか、はい、エアサスとかも開発していってると思うんですけど、はい、出た段階でこれは発表してもらって、ローダウンして22インチ、24インチぐらい。どーん。おー、このエアロ巻いてで22インチ、24インチいったら。あ、さっき言ってなかったんけど、はい、これ、何黒いやろ。あ、黒いですね、うん、
これ闇黒いからな、ね、ボタン押して余計低く見えるから。ああなるほど、これは車庫帳出来上がるのに期待ですね、うん、でもこれってルーフってもともとノーマルでこんな色してるんですか。じゃあね、これオプション、オプション。あ、オプションでルーフがブラックにできるってことですか。え、ブラックじゃないのこれ。これな、はい、超高パノラマルーフっていうの。え、ルーフってことは、え、これあの中が、え、ガラスかなんかってことですか。うん、ガラスや。あ、そうなんですね、うん、で、また室内、はい、説明してる時に一回あるけど、はい、ここが暗くなったり明るくできたりするの。あ、ちょっとこれ見てみないと分からない。結構あの今までついてなかったやつやから結構話題になってるのこれ、はい、あ、そうなんですか、うん、で、オプション金額も20万円ちょっとするから、はい、結構しますね、うん、結構勇気いるでこれ。あ、ちょっと中を楽しみにしておきます。でな、ちょっと見覚えない。あれ、これボクシーと同じですか。うん、だから60系のハリアーも80系のボクシーと一緒やったから、はい、ここはそのまま使えるかもしれへんな。あ、そうですね、うん、そしたら、まあ、カプラーさえ同じやったらシーケンシャルも使えるってことですよね、うん、ああなるほど、それもちょっと楽しみですね。そうやな。はい、続いてイヤーマン。これもまた、うん、すごいですね。このテールランプもかなり話題になってたもんな。めちゃめちゃ細なりましたもんね、うん、で、あの、はい、見てほしいねんけど、これハイマウントですか。うん、ハイマウントランプ。このハイマウントランプな、はい、この Z グレードだけ。あ、そうなんですか。うん、S と G グレードは、はい、あのアルファードとかベルファイアとかでもあるクリアの、はい、これぐらいのやつ。ああなるほど、うん、だから前から見たら、はい、G と Z って見分けつかんらしいんだけど、はい、後ろから見たらこうなっとったら Z グレードらしい。あ、これがもう Z の証みたいな感じなんですね。もうこの、なんていうの、もともとなんかリアウィングみたいになってるのはもう、はい、これほんまですね。入りすぎてウィングドーンの、あ、本当ですね、こう、ね、くびれてますもんね、めっちゃくびれよりめっちゃ綺麗ですね、本当に、うん、あ、くびれがすごい。で、はい、次はリアスカート、はい、オテリスタさんが、あ、うん、あ、これ4本出しもついてる、4本出し、マフラー買った。あ、見てこの形、新しくない？なんか、え、これこれ確か小学4年生ぐらいで習った形してるよな。平行四辺形、それやね、平行四辺形、はい、そんな形してますね。すごいよな、これ、はい、ちょっと変わった形してますね、うん、で、あとは、はい、まあ、テールランプこう一直線になってんねんけど、はい、ウィンカートバックこれやねんって。え？あ、上じゃないんですか。上じゃないねん、上はもうスモールとブレーキだけ、はい、あ、もう逆にもうスタイリッシュにした結果がもうこれみたいな感じなんですか。だからさっきのホグランプもそうやねんけど、はい、結構下の位置についておから、あ、車検とかでローダウンしすぎると35センチなくなってしまうから、結構気をつけてドレスアップしていかんかったら、これも落としすぎたらめっちゃ下に来るやんか。そうですね、うん、あ、その辺注意して、だから車検で、適合負荷とかになってくるから、はいはい、結構その辺は注意していかなと思う。あ、そうですね、一回引から閉める。あ、お願いします、うん、あ、ハイマウントがすごいですね。うわ、すごいですね、ウインカーとバックがしたって新しいですね。新しい、これもう夜でもどっか走っとってだいぶ遠くてももうハリアって分かると思う、はい、分かりますね、上ハイマウント横長でスモール横長でウインカーが下にみたいな。で、あとここにリフレクターの中に収まってんねんけど、はい、あ、これレンズついてるんですね、一体やねんな。ああ、なるほど、だから LED のリフレクターとかがつけれるんかな、はい、メーカーさんも頭抱えてるかもしれんな。かもしれないですね、うん、はい、続いて内装やねんけど、楽しみにしてました。アウターハンドルも結構新しくない？え、どういうことですか。こう切れ目ないね、一体。あ、本当ですね、うん、そんな感じで一体型やん。あ、そこまで変わってるんですけど。で、今回は、はい、あの内装のカラーブラウン。お、高級感ありますね、やっぱブラウンやったら、うん、大人のブラウン、大人のブラウンですね。で、まあ、はい、この辺りはまあ今まで通りと同じっちゃ同じやねんけど、はい、このビューってあれやんか、この Z グレードやったらこの JBL のオーディオが標準装備やん、はい、え、標準なんですか。え、すごいですね。他の、S とか G は、はい、あのディスプレイオーディオやねんけど、はい、だからここにボタンがあったりするねんけど、これだからめっちゃワイドやねん。あ、本当ですね、うん。で、あとは、はい、まあ、ハンドル周り、ハンドル周り、うん、レーダークルーズついてたり、はい、まあ、音楽早送りボリューム、あとはインフォメーション操作、
で一回ちょっと見とったら、はい、こうエンジンかけるときめちゃくちゃなんかすごい音すんねや。え、どういうことですか。いくで、はい、お、なんか新しくない。音がなんか新しいですね、うん、でハンドルもな、前紹介したハリアもそうやってんけど、おーとついてるんですね、うん、ここにもメモリー機能ついてますね、うん、で、メーターパネルはまあ、はい、こんな感じ。あ、ほんでな、はい、これ映るかな。お、なんかシャッターのところになんか映ってますね。あ、わかる。はい、ここで走ってる時も速度確認できるようになってる。あ、なるほど。前車が行った時に最近警告とかあるやんか、はい、それも出る。あ、もう全部ここで知らせてくれるんですね。うん、すごいですね、本当に。すごいやろ。ほんなら一回助手席側回ってもらって、で、はい、まあ、オーディオ周りやねんけど、ナビがこれぐらい。十分大きいですね、めちゃくちゃ大きいって。で、ここも、はい、まあ、シートヒーターとか、ここで触れたり、はい、あとは音楽。あー、うん、なるほど。すごいやろ。すごいですね、うん。で、エアコン周りも、まあ、ここでも、こう切り替えとかオーディオとかもできんねんけど、はい、こっち本当です、ね、マップにしたら地図、もう画面でもできるし下でもできるって感じなんですね。そうで、あとは、まあ、エアコン周り、まあ、同じような感じで、でこの中見てほしいねんけど、 USB の差し込みついてる。あ、ついてますね。結構奥行きあるからさ、はい、小物もここ置けるから、なんかこのイルミネーションのさりげない感じがまたいいですね。でな、俺一つ思ってんけどな、はい、このパネルこう見たときに、はい、スタートないなぁと思っとって、まあここにあんねんけどな、忘れとったんじゃんこれ。プッシュスタートつけるのよ。なんか後付け感ない。ちょっとこっちの隙間あるし、ちょっと後付け感あるやんな。本当ですね、うん、これちょっとつけるの忘れとったら、よしここにつけようっていうパターンのやつですか。わからんけどなんかそんな感じしますね、うん、ちょっと俺最初プッシュスタート探した時、あ、はい、こんなとこにあんねんやと思ったから、はい、なんでこんなとこやねんってなりますね、うん、えらいことやで、忘れとったら。はい、ほんとですね。で、あとは、まあ、ここが、ヒートヒーターとか、操作できるスイッチついてて、で、まあ、いよいよ皆さん、お待ちかねの上、はい。あ、僕もめっちゃ楽しみでした。うん、あれ暗い。全然何も見えないですね。あ、見えへんやろ、今。はい。うん。これな、心の準備 OK。いくで。はい。3、2、1。あれ？あ、なんか見えるようになりました。すごいやろ。はい。上が透けてます。もう一回戻すで。え？これどういうことなんですか？知らん。知らん。新しいですね。え、すごいってこれは。はい、え、どういう、俺も分からへんねん。結構見渡してんけどな。はい、どんな。そうですね。どこにどうなってるかが。分からへんやろ。このボタン1個でそれができるんですか？そうやねん。またすごいですね、これ。すごいってこれ。はい。でも、残念ながら、秋やし。あ、もう見るようになってしまったんですね、これは。でも、すごいですね、これ。すごいやろ。じゃあ、あとな、ここ、見とって。ルームランプな。お、なんか、新しいやろ。2個。新しいやろ。はい。1個じゃなくて2個になってるんですね、うん。ちょっと明るくなりましたね。で、あとは、はい。もう、おなじみの、デジタルの涙。後ろが白やから、ちょっと分かりにくいですけどね。うん。で、シートも、レザーパッケージやから。あ、側のシート。またなんか、あれですね、こうやってシュッて、上に行くにつれて、ここもスタイリッシュになってますね、うん、スポーティーやろ。スポーティーですね、本当に。縦のラインもあって、で、2列目ももちろん音楽やから、はい、お、うん、すごいですね。すごい、もう高級感がやっぱ、うん、全然違いますね。これも、あ、ドリンクホルダー、うん、で、あと、はい、ここ USB も後ろ用標準でついてる。あ、本当ですね、うん、しかも2つついてますね。2つめっちゃいいですね。よく、はい、サラーっとやったけど、いやでもサラーっとでもすごかったですね。もう装備がな、どん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 良くなってるような見た目もかなり新しい感じになってるし、ド迫力なフェイスで、この Z のレザーパッケージとかだったら、はい、ハンドシートになってるから。ああ、なるほど。じゃあ結構早い段階からご注文いただいてないんですね。でもこれはもう出たらもう任せるわっていう感じだから、はい、全然まだカタログとかないときに、はい、もうすぐ注文でいいって。ああ、なるほど。この前なんかトップニュースにもなっとったで、ハリアの Z グレードがすごい納期使ってるって。ああ、そうなんですね。うん、いやー、でも本当にすごかったです。すごいよな。はい。めっちゃいいよ。パワーアップドアの説明忘れとったけど。いや、まあもちろんついてますっていう感じなんで、でもこれは。なるほど。これから納車ってことですね。
楽しみですね。いやーこれはすごいですね。もう昨日これあるんですっていうたびにってなるやつですね。納車までいつもやったら俺あのお客様に、はい、写真とか送りますかって言って、はい、欲しいですって言って送るんだけど、はい、2件ですけど、あ、じゃあもう来てからのお楽しみってことですね。飛び上がるで絶対やばいですね。楽しみ楽しみ、はい、楽しみですね。はい、じゃあ今回はこんな感じで、はい、新型ハリアーの紹介動画でした。はい、わかりました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。